皆さんこんにちは、原田博之です。原田博之の語り引きライブアンコール気分、続いてますね。続いております。ちょっと梅雨で長い雨が降ってたので、この曲長い雨が上がりました。先日カフェベルディというところでですね、2回目になるライブを行いまして、たくさんの方に来ていただきました。コロナなのでたくさんつってもそんなにたくさん入ってもらえないっていうのがあるんですけど、そこで久しぶりにですね、友達でいようよという曲をやったんですけど、なんかみんなのことを友達と勝手に思ってるだけかもしれんみたいなことをね、ライブで言ったらみんながちょっと寂しい感じになって、いや全然自信満々で僕は友達やと思ってるでっていう話をすればよかったなと思ったりしてるんですが、友達でいようよって一生懸命歌ったんやな30の頃にと思ったりしました。友達でいようよ。ちょっと難しいね、忙しい日が続いている、奪い合うよ
一人で歩き、始めたちょっと難しいね、同じ空気の中にいたあの頃のように、全ては伝えられないね、君からの穏やかな手紙、いつも返事が遅れたね、今となっては近くだけど、こうで気分で二人乗りで崖の上よく出かけたね、ちょっと難しいね、切り詰めて無理をして生み出したものは時間泥棒のたまきだけ、本当はとても簡単なこと、君を大切に「いつになるかわからないけど」「時間を作って出かけよう」「崖の上待ち合わせしよう」「いつになるかわからないけど」「時間を作って出かけよう」「崖の上待ち合わせしよう」友達でいようよ、友達でいようよ、友達でいようよ。また崖の上に行ってみたい、小さな声で君が言った。僕はなぜだか聞こえないふり、別の話で気のないそぶり、小さなことがきっかけになって違う空気を吸うようになって、いつかすれ違い傷つけ合って全てが終わるような気がした。あの頃二人を包んだ空気や深く知り合うことの興奮や、互いの違いに惹かれることや、求めるたびに襲う喜びや、それら全てが形を変えても確かめ合ったいくつかのことはきっと消えないでそこにあるから。わからないけど時間を作って出かけよう、崖の上待ち合わせしよう、いつになるかわからないけど時間を作って出かけよう、崖の上待ち合わせしよう、友達でいようよ、友達でいようよ、友達でいようよ。どうもありがとうございました、長い雨が上がりました。そして友達でいようよという2曲でした。また来週聴いてください。おまけのコーナーになりました。前回ですね、山形先生っていうのをあれしたんですけど、山口開くっていうのと、和歌っていうのが、夫婦でございまして、先生なんですけどね、その二人に送った。開く先生と和歌先生、山口夫妻っていうね、ショートソングでございまして、まあ、当時一番短いサウンドロゴとして有名になった曲でございました。また紹介したいと思います。どうもありがとう。